来年のワールドカップで桜のジャージを着るために女子15人制代表候補がレッズ、ブルーズに分かれ火花を散らしました。赤と白のジャージレッズは9番の阿部、21番高木、13番古谷、そして斉藤が抜け出し最後は14番の谷口につないでトライが生まれます。このタックルされながらの古谷のパス見事でしたよね、うん、あとはこの斉藤抜け出し斉藤はミエパールズの選手、さらにレッズはマテイ・トンガが抜け出します。そして2人サポートいますが9番の阿部にボールが渡ります。そしてもう1人のサポートしていたンドガ・ジェニファに渡ってトライが生まれます。中央まで走り込みます。対する青いジャージのチームブルーズ、この人8番永井彩乃、驚愕のプレーを見せます。ここでボールを受けます。2人のタックル引きずって引き剥がして、さらにこのタックルも外して、なんとそのままトライが生まれます。前に前に行こうとする姿勢がいいですよね。こう後ろ向いてボール生かすとかじゃなくてね、もうひたすら前に行く。横浜 TKM の選手ですね。こんな力強い選手がいるんですね。最後は軽快なステップを見せました。ファンの前で力を出し切った選手たち、試合後笑顔があふれていました。